UCC で自分で焙煎してきたコーヒーをアイスコーヒーに入れた。あ、でも、まあ、自分でっていうか、これは本人がやってくる、焙煎したやつだね。本人がアイスコーヒー用に焙煎したから。ホットも飲んでみたけどね、めちゃうまかった。そう。うん。あの、クリーム買ったじゃん。で、このコーヒーって結構濃いから、なんか濃いクリームで、なんかなんていうの、お互い負けない感じで融合、なんていうの、いい感じ、クリーム入れると。私じゃないよ、落ちてきたよこれ。なんかワカメかな、ワカメ入れとけばなんとかなるよね。今日はごまでも入れようかな。見やすい。ありがとう。ごめん、これ抜いてくれる。抜いたらさ、あのさ、洗濯機の上にあるさ、韓国のゴミ袋あるじゃん、あれ入れてよ。ね、ご飯今日丼がいい。この白い丼に浸して。あとちょっと味噌汁の茶碗出して。日本のソーセージ食べたいな。美味しいよね。うん。この間さ、ソーセージの世界やってて、マツコの知らない世界で、でその時になんかソーセージをさ食べながらさ、味噌汁、あ、これで味噌汁とご飯ってついそう思っちゃうんだ私の世代はみたいなことをマツコが言ってて、あ、いいねと思って、あの世代は違うけど何、あ、なんか日本のソーセージに味噌汁とご飯、あ、いいなと思って。だからこのソーセージ買った時に味噌汁とご飯で食べようと思ったの。ちょっと、まあこのそのソーセージは全然味が違うけど、日本のとは。でもこのソーセージもさ、前はさ、もう高くて美味しいけど、たまにしか買えないっていうか、なかなか買えないと思ってたけど、この間見たら別にそんな高くないと思った。ああ、高いけど、そうなんていうの、まあ物価も上がってるからな。5ドル、これで5ドル、4本で5ドル40とか、1本1ドル以上じゃん。高えとか思ってたけど、多分その高いと思ってた時、10年前と値段あんま変わってないかも、これが。うん、友達がキャンプに行く時いつもこれ、あの、キャンプ持っていく時、美味しい。美味しいわ。何が合うのこれ、うん、味
時間って間に合うかな。本人がサラダ作ってくれた。何これ、みかんサラダにお母さんがくれた玉ねぎのドレッシング。あ、これも割れた。これも。白身のオムレツ、まあ、ただの目玉がない目玉焼き、うん、目玉がない目玉焼きね、うん、今日はみかんのサラダと味噌汁と卵かけご飯とソーセージ。 今ここに目玉がない目玉焼きが来た。じゃあいただきます。これ美味しいかね。昨日さ、卵かけご飯のレシピ見てて、こんなのあったから。スプーンの方が食べやすいかな、これ。めっちゃうまい。みんなスプーン持ってきてくれた。この UCC の私が焙煎したコーヒー、朝も飲んだけど、まだもう一杯。よいしょ。もう焙煎したばっかだからか、すごい油がめっちゃ浮いてんの。ホノルルクッキーと韓国のバターワッフル。私やっとさ、遅いんだけどさね、やっと一杯分だけ入れるっていうことを覚えた。いつも入れすぎて飲みきれないってなるんだけど、美味しい。いただきます。これはなんだっけな、パイナップル、なんだろう。多分パイナップルの味のクッキー。
コーヒーの味の粉コーヒーの味のクッキーにチョコレート。私が見つけました。コミが見つけるって言ったけど、私が見つけました。なんかこれにアルコールを入れて窓、あ、車の窓に吹きかけると凍らなくて綺麗になるらしいよ。ん？なになに？これ？ドワイパー。ん？んで今カットワイパーをオーミンがつけてくれてる。さっきスーパーとかから帰ってきて、まあ、家でちょっとゆっくりしてて、今から明日のご飯を仕込もうと思います。切り込み入ってる。うん、何？何作ってるの？親子丼。